もいつもお世話になっております。今回は総長の幻想版で討伐する原子場の解説動画になります。はじめに特徴的な3つのモードと3回図などを図解します。まず杖モードです。アイコンは杖で、変化するときの芝はくるっと回りながら高く上がり杖を持ちます。続いて剣モード。アイコンは剣で、変化するときの芝はそのまま高く上がり剣と盾を持ちます。最後に弓モード。アイコンは弓で、変化するときの芝はそのまま高く上がり弓を持ちます。各3回とお決まりごと、基本3回と基本3回の時計回りズレです。頭割りはボスの背面で、アバランチ青マーカー対象はボス背面とします。タンクは杖で攻撃されると残体性低下がスタックされ、剣で攻撃されると打体性低下がスタックされるのでスイッチ必要です。それでは行ってみましょう。芝の武器が杖は剣に変化します。アイコンでもわかりますし、武器で覚えても OK です。今回は杖モードです。ヘールストーム。8人にプレイヤー対象の AOE が来ます。あらかじめ3回を決めて重ならないように捨てましょう。絶対レード。全体攻撃です。アイシクルインパクト。外周にアンチが1箇所ありますが、ここは国実装当初から中央で1枚受けが多かったです。ですので無理に動かず中央で1枚だけ受けた方が安全かもです。これで杖モードは終わりです。次は先ほど来てない剣モードになります。アイスブランド。モード変化最初に、扇状の頭割りを、ヘイト1位にしてきます。タンクは、背面に移動し、頭割りをします。ヘブンリーストライク。無影響のノックバック攻撃です。アムレンも効きますが、バリアで、ダメージ0でも、ノックバックを無効にできます。グレイシャーバッシュ。前方扇状範囲、被弾すると大ダメージし、さらにスタンが付与されます。影響中に、ボス背面へ移動しましょう。ホワイトアウト。ドーナッツ範囲攻撃です。ボスに近づきましょう。ザコフェーズに移行します。このフェーズ中ボスは必ず剣モードになります。さらに4体のザコが湧きますが、これは ST タンクが取りましょう。はじめにアイスブランドをしてきます。ボス担当 MT は背面へ移動し頭割りをしましょう。次にボスはグレイシャバッシュをしてくるので、ボス担当タンクはパーティーを巻き込まないように少し北へ移動し、影響が見えたらボス背面に移動しましょう。ヘブンリーストライク。ノックバック攻撃です。後半戦に移行します。後半は、前半の剣杖に加え、弓モードが追加されます。モードチェンジの流れとしては、最初は、必ず杖モードから始まり、弓モードを挟みつつ、剣は杖のランダムでループしていきます。ボスが高く飛んだら、杖モードのアイシクルインパクトです。ちょっと、全体をアニメーションで見てみましょう。10時、OA、X 時にアイシクルインパクトが2回発生します。2回目は、来てない十字、オア、X 字で、中央にも追加され、さらに、4人にヘールストームが来ます。1回目のアイシクルの発生位置が、2回目のアンチの目安になるのでよく見ておきましょう。では、実際のプレイで見てみます。1回目のアイシクル。2回目のアイシクルとヘールストーム。3回し、被っているところは前後に離れています。
絶対霊を。無詠唱の全体攻撃が複数回来ます。詠唱がない全体攻撃でタイムラインを覚えていないと後手後手に回ってしまうので注意しましょう。9連アイシクルインパクト。中央から1個発生し、外周に8個順番、時計は反時計に発生します。2個目を確認し、3個目で時計は反時計方向を判断します。9個目の位置で待機し、1個目が発動し、2から8個目が発動している間に中央アンチへ移動しましょう。では、実際に見ていきましょう。時計回りですね。弓モードに変化します。溶接ラング開幕。270度の即死範囲が来るのでボスの背面へ移動しましょう。 MT は弓モードのタイムラインを覚えておき、パーティーメンバーがいない内周に芝が向くようにするととてもいい感じです。溶接ランブの後、ボスを内周へ誘導しておきます。アバランチ。ランダム1名に青マーカーが付与されます。これは直線範囲攻撃とノックバックが来ますので対象者は背面で。パーマフロスト。床が凍りますので動かないようにしましょう。モードが変わるので次のモードに備えます。残る剣モードを説明します。ボスが高く飛んだら十字 ORX 時にアイシクルインパクトが2回発生します。そしてモードが変わり、モード変化最初にアイスブランドをしてきます。ゲート1位に大海城の頭割りです。2回目のアイシクルインパクトアンチに移動します。剣モードでは、ヘールストームは来ないので、アンチはどこでも OK です。グレイシャーバッシュ。前方大海城範囲、被弾すると大ダメージし、さらにスタンが付与されます。詠唱中にボス背面へ移動しましょう。ホワイトアウト。ドーナッツ範囲攻撃です。ボスに近づきましょう。ヘブンリーストライク。無詠唱のノックバック攻撃です。パーマフロスト。床が凍りますので動かないようにしましょう。九連アイシクルインパクト。回転方向を確認し、9個目から中央アンチへ移動しましょう。しかし今回はパーマフロストも連続できますので、中央へ移動したら移動しないようにしましょう。そして、弓モードに移行します。その後は、また、杖、オア、剣の後また弓という感じでループしていきます。最後に、おすすめポイント読みしやすいポイントをまとめてみます。単体大ダメージ攻撃はないので、タンクは、AA にバフを使おう。後半杖モードの絶対レイド連続は痛いのでタイムラインを覚える。ヘブンリーストライクのノックバックを忘れてしまう。9連アイシクルインパクトのパーマフロスト。床が凍るを忘れてしまう。私はノックバックと9連アイシクルの後のパーマをよく忘れます。さっきも滑ってましたよね。ご視聴ありがとうございました。もしよろしければ少しでもいいなと思っていただけたらチャンネル登録をお願いします。動画制作のモチベーションになります。